どうも皆さんこんにちは、下川です。はい、今回ですねこちら中種 30% 食パン、これの、ね、レシピ解説やっていきたいと思います。はい、まあ、今回ですね自分こちら 30% で、ね、中種食パン作ったんですけど、これがですね、まあ、自分がよく使っているレシピから、まあ、自分で抜き取ってで中種作ってっていう風にやってましたいきましたので、まあ、自分で考えて作ったレシピなんですよね。うん。なので、今回はですね、まあ、そういうふうに普通に、食パンとか、いつも使ってるやつから、中種ね、レシピ作って、自分で作れるよっていうところをね、ちょっと解説していきたいと思うんですよね。だから、まあ、普段からですね、自分でちょっと中種とかやってみたいなとか、あるいはまあ、自分のね、オリジナルレシピやってみたいなと思ってる方は、ぜひ今回の話聞いていただけますと、まあ、参考になると思いますので、よかったら聞いていってくださいという、そういう内容となっております。はい。まあ、そんな感じで話をしていきますので、はい。流れとしましてはですね、まず、これ、いつも使っているレシピですけど、これが中種のレシピに変える方法と、その後、じゃあその作ったレシピから必要な生地量ですね。まあ、どんくらい作んなくちゃいけないのかっていうのが分かんないと話になりませんから、必要な生地量、これの求め方、ここまでやっていきたいと思いますんで、ぜひね、全部聞いていっていただけると思います。はい。では早速やっていきましょう。はい。まあ、今回はですね、中種 30% って最初から自分で決めてやってますので、こちらレシピからですね、これ粉の量ですけど、30抜き取ります。ですから、これ30にしたので、こちらまあ70になりますよね。っていうふうな、こういう書き方をしていきますね。はい。ちなみに、これ表示してるのは、ベーカーズパーセントっていう表示の仕方です。はい。まあ、ベーカーズパーセントがわからないよという方は、まあ、ぜひね、概要欄にいろいろ載っけておきますので、そこから見ていっていただければと思います。まあ、簡単に説明すると、粉を 100% っていうふうに表示する焼き方です。普通は合計量が 100% ですよね。ただ、粉を 100% にすることによって安定して他の配合と比較できるというそういうやり方になりますので、まあ、分かんない人はぜひね、ベーカーズパーセントを知っといてもらえるといろいろ便利なんで調べていってくださいということです。はい。まあ、そんなベーカーズパーセントやっていきますので、これね、粉 100%、まあ、70、30にまず分かれましたよねっていうところ。ここはもう確定してますからね。なぜ自分で決めてますからね、30%。もちろんこれ30じゃなくても40でも50でも60でも70でも構いません。はい。それに合わせてここは変えていきましょうってことですね。まあ、こっちが本骨の方になりますね。で、こっちが中種の方ということになりますんで、右が中種って変えていきます。はい。で、中種に必要な材料、あと2つありますね。ここ、ドライイーストと水、この2つですね。まあ、だからこのカメリア、ドライイースト、水。カメリアっていうのは普通の強力粉ですよね。この3つ。この3つを分ければいいという話なんですけど、まあ問題はここからですよね。ここは自分で決めてたんで、それは分かるよって話なんですけど、これに対してじゃあイーストと水どういう風に入れていったらいいのかっていう話なんですが、ここね、まあ最初に結論言っちゃうと、ここがまあ 0.3。はい。まあここをね、17かにしました。はい。なので、ここはまあ 0.5 になりましたし、はい。ここは55になりました。はい。じゃあまあこれをなんでそうしたのかっていうところを解説していきましょう。はい。まあこれね、イーストの量に関しては、これイーストの量イコール何かっていうと、発酵させたいスピードなんですよね。どれくらいのスピードで発酵させたいかが、まあ、イコールこのイーストの量になってきますので、まあ、どういうふうに考えたらいいのかっていうと、まあ、これ、ベーカーズパーセントいつも使っている人は、なんとなくね、イメージつくと思うんですけれども、大体ね、粉100に対して 1% のドライイーストを使うと、まあ、生イーストで言うと3か 4% ぐらいかな。使うと、大体ね、30度で1時間ぐらい。で、いい感じに一次発酵終了するんですよね。これね、この感覚です。はい。30度で1時間ぐらい置いとくと、一次発酵が終了すると。100に対して 1%。まあ、ドライイーストだとですね。ドライイーストだと。っていう感覚ですね。なんで、これ、中種どれくらい発酵させたらいいのかっていうところも問題になるんですけど、まあ、とりあえずね、それくらいのまず発酵スピードなんだっていうのが、まあ、基準にしてあると、じゃあ、30の 1% って言ったら、まあ、0.3 ですよね。だから、まあ、0.3 にしたっていうところですね、ここは。ただ今回は普通の発酵スピードにするために30に対して 0.3 を入れてみたというところです。はい。
で、その 0.3% なんで、まあ普通のいわゆる一次発酵とかのスピードでいけるよねって、いつものレシピで。100に対して1のドライイーストの量の発酵スピードだ。というところで、まあ 0.3 ということで、1個の基準が分かるということでね、0.3 入れてみました。30のね、1% は 0.3 です。なので、まあこうなっております。はい。で、次、水ですね。どれくらいのこれ、硬さにするのかっていう話なんですよね。要は、水をどれくらい入れるのかっていうのは、イコールで、生地をどれくらいの硬さにしたいのかっていう話なんですけれども、これね、もう決まっております、大体。中種は、大体50から60。まあ、多くても 55% くらいかな。まあ、50から55% くらい。これくらいの水分量にするようになっております。まあ、これなんでかっていうと、中種の特性ですね。これが関係しております。そもそもなんで中種にするのかっていう話なんですけど、これは生地の伸びを良くしたいとか、あと水分の持ちですね。これを良くしたいっていうのが目的としてあるんですけど、まあ、最初に言ったこの生地の伸びですね。これを良くするためにはどうしたらいいのかっていうと、生地を一回伸ばした状態にしてやる必要があるんですよ。伸ばした状態。じゃあどうやったら伸びるのかっていうと、硬さがあるものに空気を入れていかなくちゃいけないですよね。そう、硬さがなくちゃいけないですよね。ってことはどうなるのかっていうと、水分量多すぎるとベチャッとなります、はい、もう液状になったらこれは膨らみませんよね。ガスはどんどん逃げていきます。で、逆に硬すぎるとどうかというと膨らまないですよね。硬すぎるんでね、空気ごとでじゃ膨らまないぜっていう状態になっちゃうので、じゃあどれぐらいがいいのかっていうと、50から 55% 粉に対してっていうのも分かっているので、じゃあ30に対してだいたい 55%、まあ、これ計算してみるとね、 16.5% ぐらい実数はなるんですけど、まあ、そこは計算しやすさをまあ優先して17に今回はしてみました。はいですね、まあ、それくらい 0.5% ぐらいだったらね、ちょっと計算のしやすさの方を優先しようかなっていうのは、これはまあ自分の考えですよね。まあ、もっと上がりやすく 50% ぐらいだったら、まあ、55っていう考え方もできますね。ここら辺は、粉の種類でも実はちょっと変わってきちゃったりするんで、まあ、微調整ぐらいのことはありますけど、まあ、大体50から55% っていうのは、まあ、変わんないわけですよ、基本的には。はい。なので、ここはまあ、これ、たまたま55になりましたけど、55と、まあ、17% というふうに分けることができたよということですね。はい。まあ、こっちが、はい、中種ですね、こっちがね。で、足したプラスにしたらわけわかんないな、はいね、こっちが中種ですね、はい、イコールもおかしいけど、まあいいか、はい、こっちが中種、こっちが本骨というふうになっております、はいですね。まあ、これでまあレシピを分けることができたんですけど、まあ、これだけでちょっと、まあ、中種同士扱ったらどう扱ったらいいのかっていうところまだちょっとよく分かんないかなと思いますんで、もうちょっと深く見ていきましょう、はい。まあ、こんな感じでね、出来上がった中種生地なんですけど、どうやったらいいのかここから、はい、っていうところは、まあ、中種の目的、これをはっきりさせれば、うん、まあ、分かってくるかなと思うんですよね。ちょっと余白に書いちゃいますけど、中種の目的ですよね。目的として、はい、まあ、さっき言った伸びを持たせるっていうことと、はい、あと水はですね、水となじませるっていう目的があるので、これはこっちは発酵をたくさん取る必要がありますね。発酵をたくさん取って、たくさんガスを出して、たくさん生地を伸ばす必要があります。で、こっちの方は時間ですね。とにかく時間を置いてやる。そうすると水和っていうのは勝手に進んでいきます。まあ、水と馴染むってことですね、この水和っていうのは。だから、まあ、現象に置き換えると、発酵と時間ですね。この2つがいるということです。だから、まあ、時間をかけて発酵させてやる必要があるというふうに要約して言えるということですね。はい。時間をかけて発酵させてやる。これが、まあ、中段に必要なことなんですけれども、じゃあその点でちょっと見ていくと、さっきこれ 0.3%、まあ、1% ぐらいしましたっていう話をしましたけど、まあ、1% で、だいたい、まあ、30度の状況だったとしましょう。で、まあ、1時間ぐらいで、まあ、一次発酵ぐらいのいい塩梅の膨らみ方になってくるというのをさっき言いましたけど、じゃあ、まあ、それで必要な伸びが取れているのかっていうと、ちょっと足りないわけですよね。時間的にも1時間だとちょっと短いかなという感じがします。なので、まあ、だいたいね、このパーセントであれば2時間ぐらいですね。2時間ぐらい発酵させてやると、おそらく、まあ、ここにちょっと画像を出しておきますけど、こんな状態になるかなと思います。
まあ、みたいなところに伸びきっているので、潰しても戻ってこない。弾力が失われている状態ですね。まあ、いわゆるフィンガーテストしてみると、もう、まあ、いわゆる過発酵と、一次発酵のね、通常の状態だと言われる状態になっている。これが、まあ、中種の発酵終了目安時点となっております。はい。で、これは、この動画ではですね、この 30% 食パン作った動画では、実際は2時間の発酵ではなくて、1時間発酵させた後、あ、それも25度ぐらいで、ちょっと低めですね。で、その後、冷蔵発酵しております。冷蔵発酵ってのは大体5度ぐらいですね。5度ぐらいで、まあ、大体8時間置いたっていうことをしています。まあ、これなんでやったかっていうと、単なる時間の調整ですね。これに関しては作用性を考えてです。作り始めたのがもう夜の10時ぐらいだったので、寝たかったっていう話ですね。起きたかったんで8時間冷蔵発酵させました。まあ、そういうこともできるという話ですよね。冷蔵に置いとけばかなり発酵ゆっくりになります。しかし、まあ、冷蔵で最初から発酵させると、まあ、過発酵の状態にするまでに、まあ、おそらく12時間以上とか、まあ、それよりもっと言うと18時間くらいかかっちゃうかもしれないので、先に1時間発酵させて8時間冷蔵発酵させたっていうことがあるんですけれども、まあ、要はね、これどういうことかっていうと、この状態になれば、まあ、時間はある程度かけてやっても問題ないってことです。だから調整できるという話ですね。なので、もうちょっと深く見ると、この陰湿の量ですね。これも実は 1% ではなくていいと。粉に対して。別に全量入れちゃってもいいよということですね。まあ、0.8% 入れるんだったら 0.8% 入れてもいいと。はい。まあ、そうするとね、あの 2% 以上とかになっちゃうんですけども、まあ、それはそれで、じゃあどうやったらいいのかっていうと、まあ、もちろんそのまま発酵させていくと、おそらく1時間もしないうちに、発酵、過発酵状態。まあ、過発酵って言うとあれですけどね。もう発酵終了時点に来ちゃうので、それだとちょっと困るよね。短すぎると。まあ、そしたらどうしたらいいかと。はい。水合を取らなくちゃいけないんで。まあ、例えば、イーストを全量入れて、たくさんの状態にしといて、まあ、冷蔵発酵してやると。そうすると、まあ、これやってみないとわかんないですけど、6、8時間ぐらいでいい感じになるかもしれないですし、うん。まあ、そういうふうにですね、要は、この状態になれば、まあ、このイースト量とか時間っていうのは調整できるよって話ですね。てか、むしろ調整するためにここはいじろうという話です。このイーストの量ですね、に関しまして。はい。まあ、これ、生イーストとかだと、まあ、単純にね、これの3、4倍ぐらいすれば、まあ、同じぐらいの発酵具合になりますんで、まあ、そこら辺はね、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、そんな感じで。結局は発酵スピードの調整だっていうことが分かってもらえばいいかなと思います。このドライイーストの量に関してはですね、うん、ということです。はい。で、まあ、これだから70、だから例えば 70% 中種 70% の時とかは、まあ、よくもうそのままイースト全量入れちゃったりとかするんですけど、まあ、それはそういうことですよね。まあ、例えば 0.8% とかだったら70に対して 0.8 だから、まあ1点ちょいぐらいかな、1点、まあ、数パーセントぐらいになるんで、全然許容範囲ないなんで 70% 中種する時は全量入れちゃったりとかするとか、まあ、そういうのがあってきますけれども、そういうのは、まあ、単なるあのスピードの調整なんで、はい、そこではまあ自分でいじっていければいいのかなと思います。水のね、硬さに関してはさっきの話した通りなんで、これ普通のね、レシピだと、だいたい70から 60% なんですよ。粉に対して。水分が70から60。これで、まあ、ちょうどいいぐらいになるよっていうのなんですけど、中田ではじゃあなんでちょっと、水分少なめ、50から 55% に設定してあるのかっていうと、これはね、こねるでしょ。本ごね、まあ、こねって、レシピ、まあ、普通の作る、最終的にレシピの場合。だから、グルテン出てって、最終的にいい硬さになるっていう水分量なんですよ。60から 70% っていうのが。対して、まあ、中田にはもう混ぜたら終わりっていう状態に、まあ、あえてするんで、だグルテン出てない状態で硬くなくちゃいけないんですよ。まあ硬くなくちゃいけない理由はさっき言った通りですね。伸びなくちゃいけないって。なのでちょっと少なめの水分量になっているということですね。まあここまで理解できればもう怖いことはないかなと思います。自分でどれくらいの、まあ、中種の量を作るのかっていうのを決めて、まあどれくらいの発酵時間を取るのかっていうのを、まあ自分の時間の都合も考慮してですね、
イーストの量を決めて、で、硬さがある程度硬くなるように水分量を決めてやればいいと。はい。で、まあ、あと抜き取ってやって、まあ、こんな感じのレシピになりますんで、ちょっとここら辺は分かりにくいんで、一旦消しましょう。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。まあ、こんな感じですよね。こんな感じの、はい、状態になります。はい。でそうするとこれねベーカーズパーセント表示の特徴ですけど合計量がですね 100% 以上になります。はい、ね、ちょっと混乱したところですけどこれね、まあ、このこういう風に置き換えてもいいです。はい、187.8g ってですね、うん、まあ、要はこれあのパーセント表示してますけど何のこっちゃないです。うん、これあのグラムに置き換えるとすごく分かりやすくなりますんで一応ねベーカーズパーセント表示するとき分かりやすいようにパーセントって書きますけどグラムで書いてもまあそのまま考えることができます。ただ違う言い方をすると粉が 100g だった時のレシピという言い方ができるということなんですよ。うん、なので 187.8g の生地を作る中種のレシピというのがこれで完成しました。はい、ここまでね分かっていただいた上で次に移っていきたいと思います。これだけじゃねまだできないと思います。はい、できない。なぜかどれくらいの生地作ったらいいのか分かんないからっていうところですね。はい、それを求めていきましょう。必要な生地量の求め方ですね。まあこれ求める前にそもそもどれくらいの型で焼くのかっていうのをはっきりさせなくちゃいけないんで今回はこれですね。自分は今回一斤型で焼きましたんで一斤型これでまあ計算していきたいと思います。はい、で一斤型だいたいどれくらいの、まあ、量やったらいいのかっていうところで、まあ、必要になってくるのがこれ溶石って書いてあるんですけどこれねあんまり溶石とか言いたくないんですけどこういうこと言うとねちょっと硬いなってなってくるんでまあだからこれ型の体積とも言えるんですよね。あの型の中の空間ですね。うん、型の中の生地がこう入る空間のことですよね。あれが、まあ、大体ね大体なんですけどあのもう一斤型って1700立方センチメートルなんですよ。もう本当はもうちょっとね、細かく計算するともうちょっと変わるんですけど、自分はもうこれで計算しています。わかりやすいでしょ？こうした方が。本当はね、1600いくらとかになるんですけど、もう1700で自分やってます、一斤型は。で、まあちょっと難しいとこなんですけど、だいたい一斤型 1.5 斤型とかで、まあ非溶石みたいな、あ、まあ溶石か。体積みたいな感じで検索すればもう大体どれくらいのこれですね、まあ、溶石かっていうのは出てきます。はい、出てくるんですよ。がまあ実際本当はねあの規格できっちり決まってるわけではないので一斤型と書いてあっても若干違うことはあるんですよ。うん、まあなのでまあ一斤型イコールそのネットで調べてどれくらいの溶石かっていうのでやってもいいんですけどまあもう一個ねまあ水を水切り1杯入れてやってどれくらいになるのかっていうので大体測っておくのがいいと思います。で大体同じぐらいになったらもうそれ規格通りのやつなんでっていうのは一応ねお持ちの方がどれくらいの溶石なのかっていうのだけね、うん、知っといてもらえるといいのかなと思います。まあそこら辺も詳しいところは概要欄にまた貼っときますんでそこからまあ型のどれくらいの中身の量なのかなっていうのはまず求めてもらうと。はい、まあ、これが必要なんですけど、まあ、そりゃそうですよね。どんくらい入れるのかっていうのを、うん、計算するために、まあ、型がどれくらいの量なのかっていうのが分かんないっていうのはちょっとありえないですからね。なんでまずまあ型の中身ですね。この量をまず出しておきますと。うん、でこれがまあ計算式なんですけどここに書いてるんですけどここによくわからない言葉がありますよね。非溶石ってね、なんだ非溶石ってっていう話なんですけどこれは型に対してどれくらい生地が入ってるのかっていうのを表す数字なんですよね。型の量割るの生地量をすると、まあ、非溶石っていうのが出てくるんですけど、まあ、それはまあとりあえず置いときましょう。大体もう決まってます。この非溶石ってやつの数字は、はい、食パンの場合大体 3.6 から 3.9 3.5 ぐらいまでっていいかな、うん、大体これくらいの間です。はい、だからもうねあの超はしょっていっちゃうとこの1700割るの、だいたい、まあ、3.6 でいいか。3.6 すると、生地量が出てきます。はい。必要な生地量が。もういろいろね、仮説飛ばしていっちゃうと、こうなります。はい。まず、非溶石を調べましょう。
はい、もうネットで調べるのに何なりでもいいです、はい、自分のね使う方の容積を調べましょう、何らかの手段で。でそれ割るのをもうとりあえず 3.6 してください。 3.6 すると、はい、1700割るの 3.6 は何ですか。はい、じゃんと472、まあ小数点出ますけど、まあ472でいいでしょう。はい、472g です。はい、出てきました。はい、これでもう完成ですね。はい、472g このパン生地があれば、まあいい感じに膨らんでくれるよっていう話なんですけれども、はい、あ、ここら辺はね、この 3.6 から 3.9 ってなんで間があるんだよっていう話なんですけど、これはあの生地の配合によって伸び方が違うからですね。伸び方が違うっていうのと、あと食パンのこの、まあ、結局どれくらい膨らませるかって何に関係してくるのかっていうと、まあ、中身のあの密度なんですよ。超当たり前の話ですけど、少ない生地を大きく膨らませると中身は、まあ、空気なわけじゃないですか。スカスカな部分が多くなるわけじゃないですか。っていうと、まあ、食感的に、あの、なんて言うんでしょうね、軽くなるって言い方をするんですけど、行き過ぎるとパサつく、まあ、ちょうどいい具合だとふわふわって言い方ができるかな、うん、で逆に重すぎる、多すぎるってことですね。生地の量が型に対して多すぎるとどうなるのかっていうと、まあみっちみちに詰まっているんで、食べた時に、まあ詰まってますからね、もう詰まってるんですよ食べた時の食感だから詰まってくると、まあ、いい言い方をすると、まあどっしりした食感とか、まあ濃厚もっちり食感っていうのになってくるんですけど、まあそれの目安がこの非溶石っていうことですよ、うん、まあ、ちょっとだけややこしいですけど、まあこれあの割るんで、割るので、あの数字が大きい方がこれね軽くなりますね。数字が大きいほど軽くなります。数字が少ないほど重くなります。はい、まあ、これはあの割るんで、それは分かりますよね。数字が少ない方が量が多くなるってことですもんね。で数字が大きくなるほど数字は少なくなる、生地量はね、まあ、そういう風に調整していきます。だから軽い食感のパン作りたいときは、まあ、3.9 ぐらいだから、重い食パンを作るときは 3.6 ぐらいだよねっていう感じでね、分かっていただければいいかなと思います。だからこれよりもっと少なくなっていくと、もっとどっしり中身が詰まっていくし、まあこれより 3.9 より数字が大きくなっていけば、どんどん軽くなっていく。まあ密度が薄くなっていくよねっていうことです。まあこれあの食パンだから言えることですよね。食パン、これくらいの、この型の大きさまで膨らませるっていう基準があってこそ言えることなので、うん、まあ食パン以外にあんま考えられない、使えないやり方であるんですけど、まあ、逆に言うと食パン作るときはすごく役に立つっていうことです、うん、まあ、そんな感じで、まあ、でもそんなこと言われてもどこら辺にしたらいいのかなんて分かんねえよっていう方はもう 3.6 で計算してください、とりあえず。そうするとまあ多すぎず少なすぎずっていうところに持っていけると思うんで、はい、まあ、なんでかっていうと、大体ね作り終わると膨らませる前ぐらいの段階になると、だいたいね、あの総量の 5% ぐらい減っちゃうんですよ。472の 5% ぐらい発酵するときに、あの糖質も消費しちゃうし、まあ、水も水分も多少減っちゃうんで、で、まあ、ボウルについたり台についたりとかするんで、だいたいね 5% ぐらいやっぱ減るんですよね。でそれで考えると、472が 5% 減ると、まあ、だいたい448ぐらいになっちゃったりするんですよ。現実的な話ですね、うん、実際この量を作ろうとすると、実際にできる量って大体まあ 450g ぐらい。じゃあこの 450g で非溶石どうなるのかっていうと、まあ、普通に1700割るの、まあ、448してやると大体 3.79 だから、まあ、3.8 ぐらいになったりするんですよね、うん、っていうのがあるんで、大体 3.6 にしとけば問題ないです。若干多めにするってことですね。うん。まあまあ、とりあえずですね、3.6 で割ってください。溶石を。そうすると、まあ大体、こういう472とか出てくるんで。で、それだったら、まあ多少ね、作るとき減ったとしても、この枠内に収まりますよっていう話を今しましたっていうことです。はい。はい。まあそんな感じで、生地を求めることができますという話なんですけど、はい、まあ、ちょっとこれ分かりにくくなるんで消しますけど、要は472ね、
この記事を作りたいっていう話になったわけなんですけど、もうちょっと足りないですよね。何が足りないかって、結局何グラム測ったらいいんだよっていうところがまだ出てないと思うんですけど、これに関しては、はい、まあ、ここがありますんで、これを合計すると 187.8 グラムだよねっていうのが分かっていると。じゃあ、まああとはこれ472グラム必要なわけなんだから、472割るの 187.8 してやると、はい、だいたい 2.5、 だいたいね、これちょっと書き方が良くないですけど、こうっすね、よいしょ、 187.7、 そうするとだいたい、まあこれ 2.5 倍だよねっていうのが分かります。はい、 2.5 倍すると472必要な記事量になるよねっていうのが分かりますので、じゃあ取ったらいいのかって、あとこれ全部 2.5 倍にしていけばもう終わりです。はい、 70×2.5、 5×2.5、 2×2.5 っていうふうにしていくと、まあ最終的にこれ472になりますね。だいたいこれ小数点切ったんで、はい、だいたい472になりますんで、はい、これで必要な記事量っていうのを作ることができるっていうことになります。はい、まあ、実際に直したレシピはこんな感じですね。まあ、だからこの量で作れば、はい、まあ、中種の分け方に関してももう OK だし必要な記事量っていうのも出ますよということでございます。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、説明はね以上なんですけれども、うん、まあ非容石に関してはね、ちょっと実際やってみないと、この なんでこれやんなくちゃいけないのかっていうところがつかめないと思うんですけど、これが分かるとね、本当にね、あの食パンとかきっちり型まで揚げるっていうのがもうすごい分かりやすくなりますし、これなんでかっていうと、生地の量が違うと当たり前ですけど伸び方も変わってくるんですよ。だそうですよね。生地の量が多ければたくさんあるんだからその分伸びますわ。少なければ少ないんだからその分伸びないんですよ。当たり前の話なんですけどね。だから型の量に対してどれくらいの生地の割合なのかっていうのは把握しとかないと、きっちり上げるっていうのがちょっとね、まあ不可能とは言わないんですけど、例えば型が変わっちゃったりだとか配合がちょっと変わっちゃったりするだけで分かんなくなっちゃうんですよ。だから基準がない状態になるので、非容石が分かってないっていうのは、だから今回どれくらいの非容石で作ったのかっていうこのデータですよね。これをまあもしまだ取ってないって方はこれ1個取り入れてもらうだけで今作られているパンとかすごい安定すると思うので、はい、まあ、ぜひ活用していただければと思いますし、中種とかのね話に関しても、まあ、難しいことはないですよ。まあ、どれくらい粉から中種にするのかっていうのを決めて、でその中種をどれくらいのスピードで発酵させるのかっていうのをこのイースト、まあ、このベーカーズパーセントを把握していれば分かりますので、で決めまして、イーストの量決めて、で水の量はもうただの硬さですので、粉に対して50から 55% でやってやればいいっていうだけの話です。うん、で必要な生地を出したら、あとは、はい、まあレシピを変えて、でこれで測って作っていくっていうだけですので、はい、だけっていうのもあれですけどね、はい、あんな感じで、はい、作っていただければなと思います。まあ、作り方とかね、まだ教えてもらっていいのっていう方はね、まあ、普通に動画で紹介しているのありますんで、そっちを概要欄に載せておきますんで、そっちをご覧くださいということです。はい。以上。まあ、こんな感じでね、いつもやっております。まあ、こういう理屈っぽいことね、バーって話しているのは、自分がですね、専門学校の時とかにですね、こういうの教えてほしかったんだけどなっていうのをね、ちょっと自分は喋らせていただいております。うん、こういうのがやっぱりね、わからない。と、まあ、なんていうか、自分で考えていくのが難しいよなっていうところがあるんですけど、なかなかこういうのを書いてる本とか、あまりないと。うん、というところで、自分がこういう情報発信をしているんですよね。こういうの知りたいなと思った時に、その人が、まあ、その情報を取り出せるようにということで、こういう情報発信を行っておりますので、まあ、興味とかね、これいいなとかね、関心し、
していただけた方はですね、ぜひね、あの高評価ボタンとね、あとチャンネル登録してほしいんですよ。まあ、なんでかっていうとね、そうすると、まあ、拡散されます。はい。いろんな人のか、いろんな方の、ね、目につくようになりますので、まあ、よりですね、この情報を、まあ、広く広めることができるようになりますので、ぜひね、あの、これ、いい話だなと思っていただけたらですね、まあ、その時だけでいいんで、はい。これつまんねえなと思ったら、それは、まあ、全然やんなくていいんですけど、いいなと思っていただけましたらですね、はい。まあ、高評価ボタンとか押して、協力していただけると、情報の拡散に、はい、嬉しいです。ということで、やっておりますので、はい。よろしくお願いします。ということです。では、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。皆さん良い満足でしょう。バイバイ。